ニュッチ、でかいやつ、でかいやつ持ってこないで。でかいやつ。91! 早いぞ、意外と。やばい。待って待って、嘘。意外と早いぞ。攻防、意外と90の攻防。あ、90。ちょっと寄って、真ん中に。90、89! 89。88、90! やばい。やばい。93! 90台の攻防がすごい。すごいよ、すごい。92! これさ、95行った瞬間にさ、もうさ、私さ、もうやばいんだけど、なんか日本語喋れなくなりそう。94、94、94、やばい、滑り込みあるからね、これ。94、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 94
ミュージックやばい来るかやばい、できた。もう変ないよ。やばいよ。嬉しい。99,999,5,9,7,7,8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 ,
わー、ありがとうございます。すごい。さあ、そう、大丈夫、減ってるんだけど、大丈夫かな。減ってるね、減ってるね。あ、よし、大丈夫来たね。え、減らない、減らない、よかった。もうあの時には戻れないよ。だね。いやでもなんか。いったー。やばいんですけど、なんかこうついにこのゾーンに来てしまった感がやばい。投げんの。やついたよ。イエーイ。いやー、うーん、長い戦いだった。長い戦いだった、ね。今私手汗なんだけど、すごいね、今まででなんか一番すごいカウントダウンだった、人生の中で。うん、人生の中で一番カウントダウンしたカウントダウンだった。鳥肌立ったね。一番叫んだ、あのカウントダウンで。逆に一番言葉にならなかった、声が出なかった、なんかもう一番叫んだわ。あのこんなカウントダウン初めてだわ。よくやった自分って思える、嬉しい。全部無駄じゃなかったんだなって。うん、そうだね、そうだね。そう、全部なんか一つ一つにきっと意味があって、今こういう風になってって思って、あーってなってる。これ以上の仕事はこの先ないと思うよね。よっち、ほんと転職見つけたね。転職だよ、工場からやってきて、うん、ね、確かに。だるまと布団抱えてきてよかったね。いやもうだって今の仕事どうですかって言われたら、は、転職ですって言うもん。この年で見つけられたのはすごいね。だったね。これがさ、200万とかなったらまた違うのかな。200万まで来ちゃうとなんかどうなのかね。どうなんだろう、わけわかんなさ。わけわかんな、どういう意味でしょう。この変わらないのがやっぱいいよね。なんか100万に行ったけど何も変わらない。まあそうなんだよね、うん、そうなんだよね。なんかもう身なりがこう100万相応のこう確かに、ね、こうないきなり変わるとかさ。そういうのない。ランク上がるみたいな、ね、ランク上がるとか、ね、今パチンってやったら100万のパッって感じ。スタジオもなんかランク上がるわけじゃないし。あー確かに。まあ今まで通りなんだけどさ、うん、なんかボンボン TV は変わらずにね、なんかこう同じ気持ちでずっとやっていきたいよね。そう、最初はね、なんかオルタナと同じぐらいのチャンネル登録者でこう接戦しててさ、あ、じゃあ一緒に100万人行きましょうねとか言ってたのに、オルタラがもうめちゃくちゃ走り出しちゃって、もう100万人で、今じゃ150くらいいるのかな。でどん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 なんか俺らのコラボするさ、クリエイターさんがどん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 数字がバーって上がってると抜かされていくみたいな、そういう悔しさもあったりとか、寿司ラーメンリクとかそうだね、確かにリクすごかったね、うん、だって俺らとこうコラボした時はもう9万とか10万いか行ってない時だったじゃん。
やばい、ね、最初、ね、今じゃもうなんか役もでしょもうよくわかんないもうあの子よくわかんないってなってんじゃんね、なんかこう置いてかれた感あった時もあったよ ね確かにあるあるあるだからなんでこうが頑張ってるつもりなのになんでダメなのみたいなで100万人は言ったけど次は100万人を満足させられる動画を出せるようになりたい、うん、そうだねそうでも今まだ100万人は登録してるだけの人もいると思うから、うん、100万人が本当に面白いとか思ってくれるような、ね、動画を出したい、ね、楽しみになんか毎日楽しみだなって思ってもらえる、うん、チャンネルにしたい、うんで、せーのみたいなせーの、アデューって終わろうかはい、じゃあ100万人達成しましたけれども、僕たちは変わらず、これからもっともっと進化していきますのでこれからもボンボン TV をよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますせーのうわチャンネル登録よろしくお願いします私たちに実験検証してほしいネタも募集してます応募は概要欄からよろしくお願いします